キャンプ場にキャンピングカー、こんな感じでね、今ポップアップして、でもちゃんとくくってある感じですね。ついちゃいました。ついちゃいましたね。ゴロ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 って今雷も鳴ったんですよ。わあ、超美味しそうじゃないですか。美味しそうっすね。ファイヤーってやったら一気に暖かくなりました。一気に暖かくなりました。やっぱり炭で焼いたウインナー全然違う。うまいな。うん。みるみるランド。はい、今ご飯食べ終わりましたので、ちょっとね、お腹いっぱいになったから歩いてね、お散歩をしてキャンプ場のまたちょっと見てみます。なんかあっちにね、滝があるんですよね。そう、あの入ってきたところにすぐに滝が流れてたので、ちょっとそれも見に行きたいですし、あとね、キャンプ場他の施設がどうなってるのかなっていう、水場とかも見ていきましょう。何で、ここね、トイレがね、ウォシュレット付きなんですよね。あー、すごい、なんか確かにまさかすごい、まさかの、うん、水洗をシュレット付きみたい。そういいですね。すごい広いんですよね。今向かってるのが炊事場、昨日ね、夜洗ったところなんですけど、もうね、左側に小屋があって、ここもね、なんか使用料1日2000円払うと、雨の日とかね、あの下であのなんかやったりとかできるのかなっていうのと、なんかね、こんな感じなんですね。あとね、つかみ取り、マスつかみ取り300円とかね、足洗い場とかもこれあれだね、川で遊んだ人がここで足を洗って。そうですね。これは何だろう。あ、これ灰ですね。炭とか灰とか、はい、使い終わったやつを、はい、じゃあ後で私たちも入れに行きましょう。はあ、こっちはね、マスつかみ取り1匹300円、3匹より受け付けいたしますって書いてあるんですけど、どこ、ここにもしかしたら、ここにいるのかもしれないね。うん、いずれ来るのかもしれないですね。ちょうどね、ホースとかあって水が入れるような感じになってますね。あー、なんかここにも水槽あるんですかね、うん、立ち入り禁止になってますけど、あ、そうですね。で、なんか買ってるっぽい感じしますね。で、ゴミはお持ち帰りくださいと、ここね、ゴミ持ち帰りの施設です。で、向こうの方の山なんですけど、こんな風にね、切ってあるんですよね、山が。もう昔採石場だったのかなみたいな、うん、木とか生えてきてるけど、はい、すごいね、自然が雄大でとてもね、いい感じのところなんですけども、沢立30周年記念ってことで、ちょうどね、平成30年の11月吉日って書いてありますね。はい、向こう側が先ほどのね、切り刻まれてるところなんですけども、もうね、こちら側滝がちょろ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 と見えるので、こちらの方に行ってみたいと思います。なんかね、サギみたいな白い鳥とかもね、うん、いたりとか、あと私が勝手にギャーギャー鳥って呼んでるギャーって鳴く鳥がいるんですよ。ちょっと名前が分かんないからギャーギャー鳥なんですけど、なんかそれもいるし、あと本当にね、50からとか40からとか、あとカワウ、ウもいます、黒いやつ。昨日はね、2羽ぐらいこうやって羽広げて、なんだろう、羽広げて岩の上で休んでます。なんかね、見てて面白いよね、うん、そう、自然がね、すごい豊かなんですよね。そしてここはデイキャンプ場です。あ、そうですね、この A サイトはデイキャンプ場ということで、ここね、あの上にダムがあって放水されるらしいんですよね。多分そうすると結構川、今よりも川のね、なんだろう、深さ、水かさが増すと思うんですよね。あ、でもここすごいデイキャンプ、ここめっちゃいい。いいね、この本当に河原で、うん、川沿いで、川沿いでキャンプできるから。で、あそこにですね、先ほどの滝が見えてきました。
この滝細いけどいい感じですよね。あ、でね、あそこにもあれはギャーギャー鳥じゃないかな。はい、こんな感じで鳥さんがいらっしゃいます。あ、飛んでちゃった。なんか魚とかいないかな。いるんじゃないですか。魚をじゃあ見えるかどうか。あ、冷たいですね。ね、ひんやりしてるよね。冷たい感じです。でもこれだけあの鳥が来て取ろうとしてるからお魚はいっぱいいるんだろうなって感じがします。なんかいないかな。ゆきさん、あそこ見えます？あそこにちびたい1センチか。あ、いた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 。あ、ここにね、いっぱいいます。やっと映った。映った、映った。ちっちゃいお魚が。わー、よかった、映った。わーい、このちっちゃいかわいいやつがいっぱいいます。また大きくなっていくんだと思います。浅瀬のね、ちょっと岩の方にいっぱいいますね。こんな感じで結構ちっちゃいんですよ。はい、1センチぐらいです。あ、もう1センチちょっとかな。2センチなさそうな感じ。ポチャンっつって今あれですよね、と飛び何飛び石、うん、薄いやつがいいってよく言います、ね。大事ですね。あー、今2階だ、2階行ったかな。平べったいのを探して、しかもそれを水平に投げなきゃいけないからね。そうですね。全然行かないよね。おー、行ったね。はい、ゆきさんがね、またここでちょっと挑戦するってことなので。ああ、3回行きましたね今。2回。ああ、3回行けました。だんだんなんか投げ方のコツも分かってきた。おお、3回行った行った。思いっきり近場で、近場にドン。跳ねないですね。あ、いったいった。今のはこれでもハマりますね。ハマりますね。これやってるとなんか時間を忘れてやりたくなっちゃいます、うん。そしてこっちになんか橋が見えてきました。あ、本当だ。ここまでが敷地なのかな。向こうにも行けるんだ。こっちはもう本当の河原だね。川の色がすごい緑です、なんか緑色、不思議。あ、ここ投げやすいんじゃない、こっちの方が。でも、そう、でもここ多分深いですよね。深い、かなり深い。あ、ほら、深さ5メートル USA って書いてある。5メートル結構ありますよね。ちょうどここカーブで曲がってくるからえぐれてるのかもしれない。ここね、向こうからこうちょうどカーブになってます。カーブになってるんで、ウィルウィルランド。なんか象が立ってます。動詞が、アユの、へえ、あ、アユが遡上する時の感じを、それを見てるの多分。
見てますね。見てる象、なかなかシュールな絵ですね。あ、そうか、もうあゆ解禁かもしれないですね、6月過ぎて、うん、じゃあ、あの人の真似をお願いします。こう、こう感じ、はい、こういうところ、あ、本当だ、ちょいちょいあゆさんがいるな、それをこの少年は見てる、うん、今年のあゆは元気がいいぞって。この道志川はかつて花曲がりあゆの名産地として知られていたっていうことですね。それで記念になってるんですね。そうなんだね。うん、なんかね、自動販売機とかもあります。管理棟って書いてあるんですね。あ、これが管理棟なんだね、はい、こっちは売店、売店ですね、巻き炭、雑貨材、お酒あります、うん、氷が250円で、巻きが500円で、炭が500円で、カシカサ浮き輪とかも、サイン、誰か有名な人来てるのかな。サインいっぱいありますね、読めないけど、うん、あ、アイスとかも売ってますね。アイスいいね。あ、シャワーはですね、3分200円、ああ、なるほど、シャワールームです。川から上がってきてすぐ、しかも青野から地図があります。なんかこの辺いろいろ面白そうだよね。そうですね、来る途中もいろんな看板があって、なんか神社多くないですか。うん、でここはゴミは持ち帰りになってます、はい、そしてこれがこのキャンプサイトのマップになってます。で今回うちらが泊まったのはシーサイト、シーサイトですね、これ、うん、はい、はい、ここがボートとかもあるんですね。ね、男女トイレになってます。男女と車椅子用もありますね。で振り返ると反対側にまた炊事場があります、うん、大きめの炊事場で、奥の方はなんか焚き火、うん、できる感じですね。そうですね、メロメロランド、はい、今インディ108なんですけども、中をね、こういう風にね、椅子になってる部分を脇の方に束ねて、ああやっておくとこれだけの広さが生まれます。なのでここに荷物を、大きい荷物をドーンって入れたいときは、このこんな感じでやるとたっぷり入るんじゃないかなということで、これで片付けしていきたいと思います。はい、ではタープを片付けていきます。はい、今ね、インディに乗って相模湖の方まで行ってきました。こちら振り返ると相模湖です。ちょうどね、